小山智政は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武将、御家人、小山氏二代当主、下谷国総合送り屋を本願地とする。源頼朝に挙兵の頃から使え、下谷国守護のほか、張間国守護に補えされたほか、晩年に下野守にも任ぜられた。92年頃、小山正光の子として誕生。父は、 武蔵国の大田市の出であり、下付小山に移住して、小山市を名乗り、皇室に、張ったシューズ名の娘で、源頼朝の乳母である、総互にをめとっていた。自称4年、源頼朝は、兵士打倒の兵を挙げ、9月3日、朝政は、参考を求める書状を送られる。10月2日、総互には、実施、結城友光を伴って、頼朝の下に参事。 調整もその後の早い時期に従ったと考えられている。関東地方の地図受影2年2月、頼朝のご家人らは鎌倉に襲来すると風文された兵士のため駿河国にあった。2月20日、日立国志田に住む志田義博は鎌倉を攻める兵を挙げ、三万余家を引き、下津家へと至る。頼朝は下野にあった調整に、その対応を託し、 朝廷を助けるため弟、長沼宗政らが鎌倉を発する。2月23日、義弘は鎌倉へ向けて軍を発し、それに加わるよう朝廷を誘う。朝廷は鎌倉攻めに加わると偽り、兵を野木宮に伏せた。喜んで朝廷の館に向かった義弘が野木宮に至ると潜んでいた、友政らは義弘を攻めた。朝廷は 義シの放った矢を受け落馬するが、野義宮の西南に陣を引いた義シを、朝廷と宗政は、東から攻め破った。2月28日、死者を発し、頼朝に戦勝を告げる。頼朝は、死田義シに組みした日たち、下上野国の武士を所領を修行し、友もまらは恩賞を得た。元略元年8月8日、源の範頼は、兵士追悼のために京へ向かい、 9月2日、朝廷はそれに属性よとの命を受け、鎌倉を発する。その際に、朝廷は、兵衛を望み、刑で、その任官を受けた。元略2年1月26日、乗りよりらと共に、ス王国から船で、文後国に渡る。3月11日、兵糧の不足に苦しむ乗りよりの軍の中で、他のご家人らと共に、よりともよ人間の書を受ける。 3月24日、壇の裏の戦いで、平家一門は滅びた。4月15日、頼朝は内居を得ず任官を受けた、御家人らの帰国を禁じる書状を発し、調整もそれに入れられ、書状には、鎮税に下校するの時、刑において灰任せしむこと、対話の道草を喰らうがごとしと書かれた。しかし10月24日には、調整は許されており、鎌倉で行われた。 源義朝の法要に参列する。この法要は、鎌倉の頼朝と慶の源義経が対立する。中で、三千人弱の主要な御家人を集めて、営まれた。法要が終わると頼朝は明日上落との意を述べ、御家人を集める。その中でも、明明に進発する者を募り、調整はそれに応えた五十八人中の筆頭であった。十一月一日。 頼りの軍は、駿河稀勢川に達し、義経は戦わずして京を落ちた。以降、調整は鎌倉で行われる儀式に多く、名を連ねることとなる。文治五年七月十九日、頼りは、藤原康平を撃つために、鎌倉を発し、調整はそれに従う。七月二十五日、下津家古田橋駅において、岩を立て宇都宮社を方兵した折、その宿所にて、父、 正光が頼朝に食事を検じた。その場には、熊谷直家があり、正光が直家は、何者かを質問すると、頼朝は直家を、無双の勇士と表し、直家は、老中が少なく厳平合戦では自ら戦った、ことによると答えた。正光は、朝廷、宗政、友光の兄弟と勇士の宇都宮頼綱に対し、今度は自ら合戦を遂げ無双のお胸をこむるよう、命ずる。 よりともはこれを聞き入り起こした。8月10日、厚かしさんの戦いに加わり、守る藤原国公を破る。8月14日、玉作り軍、物見丘岡に、安平を追い岡を囲む。安平はすでに逃亡しており、丘には50人弱の老中が残っていた。それらは、友政らの武勇により、撃たれまたは捕らえられる。9月、 合戦は安平が自らの老頭に打たれ、頼朝らの勝利に終わった。天究元年冬、頼朝の上落に随行し、11月11日、岩清水、八幡宮への参拝では行列の戦闘を務める。12月1日、頼朝の右この枝小廃画の随病七人のうちに、選ばれて三院の具部,部をした。さらに、これまでの訓功として、 よりともに御家人10人の成功推挙が与えられたとき、その一人に入りへ門上に任せられる。研究3年9月12日、野木宮合戦の行により、日立村田志も将の児童に部任される。このとき、左衛門の城に転じている。研究5年10月9日、よりともが朝生の家を訪問する。朝生の兄弟一家の一族野球場に官能な、 ご家人を集めて古い記録や先例を調べながら、やぶさめの作法について語らせ、それを中原中行に記録させる。正治元年10月28日、梶原景時を訴える、連書状に名を連ねる。12月19日、張りま後に補いされる。県人元年2月3日、大番役で在京しており、関東追悼の直居を求める上長茂に参上東動員の、 宿舎を襲われる。朝廷は、行行に随行し不在で、残っていた老中らが応戦し、蝶茂は兵を引いた。戻った朝廷は、蝶茂があるという清水坂に、向こうが、行方は、知れず、蝶茂は後に、吉野で撃たれ、首をさらされた。元休二年八月七日、幕府から義警帝である、宇都宮与綱の無本が疑われ、北条政子帝における、兵儀の席で、 大江広元は、朝廷が頼綱を追悼すべきと主張するが、朝廷は反逆には賛同しないが防戦の際には全力を尽くすと述べ、追悼を辞する。11日、頼綱と朝廷は書状を、北条義時に届け、冒険はなき胸を述べるが許されず、この結果、頼綱は、とんする。上級三年、上級の乱では、宿老として上落せず、関東にあった。 女王2年10月25日、ケビー氏を兼ねている。カロック元年1月23日、下野守に任じられるが、翌年正月までに辞任している。天福2年3月29日、出家して、法名を生にしとする。家庭4年3月30日、84歳で出する。病を患うと、行くかもへなかった。母書は、 埼玉県加藤市大越の特製寺にあり、昭和34年6月16日、市の史跡に指定。ありがとうございます。